この画面の見方をですねお伝えすると、まず、えー、と左側に、えー、と組織とそれから角度ですね、案件角度別にある内容が、えー、横軸が今週と先月時点で、先週時点ですね、えー、差額が出ているというところなんですけど、えー、まずこの見方としては、あなので、ですねこうレポートになっているので、あ差額が発生しているなというと、じゃあ、えー、その商談がですねずれているということになりますというところです。 で2つ目、えー、この数字ですね、じゃあ、ず、え、れ、ー、てるの何だっていった場合に、えー、見たい場合にはですね、これ、クリックするとドリルダウンしていけるので、えー、セールスソース上の、えー、商談にですね、たどることができますっていうところです。なので、えー、とセールスフォースからですね、これ、先週と今週のデータって自動連携しているので、えーまあ、例えばですけど、売上予測が100から80に変わったっていったら、どこの組織がですね、何のステータスを変えたんだっていうのを追っていけるような。 画面になっているというのがこの画面の説明となります。